レオン・ティス・ランドボールはフランスの気象学者である。清掃権を発見したことで知られる。彼はパリで農務大臣を父に持つ資産家の家に生まれた。1878年にフランス中央気象台ができると彼は直ちにそれに参加し一般気象サービスの責任者となった。そこで彼は地球物理学の全球規模で乗り換えを得るために フランスの植民地や船などで気象観測を行った。彼は大気循環や相関規模気象に興味を持ち、数々の解析を行って1886年に気象の活動中心という概念を生み出した。これは年平均気圧からの月変差などを調べることによって、海陸分布や地形などによる長期間持続する特徴的な気圧分布を示したものである。 1892年から1896年の間、フランス政府の機関である国立気象管理センターの所長を務めた。国際気象機関が地球規模の構層風を調べるために1896年から2年間の国際雲観測年を開始すると、テスランドボールは資材を投じてパリ郊外の丘陵、トラベスに3ヘクタールの広大な敷地を持つ、 観測所を設立した。1898年にテスランドボールはそこで無人観測気球を使った高層気象観測を開始した。当初は気球ではなく時期記録装置の回収が容易なタコを用いたがフランス中が結果を知りたがった有名なドレフィウス事件の裁判の日にタコのピアノ線が電信線を切る事故を起こしたためか途中から観測気球による観測に変わった。 彼は気球を用いた高層気象観測に様々な工夫を凝らした。当時ドイツのアスマンらが気球の材質に重いゴールドビーター側や加工ギヌを使ったのに対してテスランドボールはワックスなどを塗った軽くて安価な紙を用いた。彼は敷地内に風光に応じて回転できる大きな重点庫を作って多少の風があっても放球できるようにした。それと、 安価な紙製の気球によって彼の観測頻度は格段に向上した。ティスランは地上約1 1トルまでは高度が上がるに従って一様に気温が低下するのに対してその高度を超えると温度が一定になることに気がついた。この現象が計測の誤りでないことを確認するために太陽による副射の影響をなくするために夜間に実験することも含めて 200回以上も実験を繰り返した。1902年に大気の層は性質の異なる二つの層に分かれているという結果を発表した。二つの層を大流圏と清掃圏と名付けた。彼はその後もオランダに高層気象観測所を設置したり、1905から1906年にかけて大西洋上で貿易風の観測を行ったり、 1907から1909年にかけては北極圏キルナでの観測を精力的に主導したりした。1908年にはイギリス王立気象学会から清掃圏の発見に対してサイモンメダルを授与された。彼はフランスを高層気象観測の先端国に育てたが、1913年に亡くなった。1913年にティスランが没した後、 ティスランの観測書は国に寄付され研究は継続された。月のクレーター、火星のクレーターに命名された。ありがとうございます。